はいどうも、ゆうでございます。キングスレイドをやっております。とりあえず全員パーティーメンバー全員超越5になってレベルもマックスになったので、装備の厳選をねちょっと始めているところですね。まあ、こっからがスタートなんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、やっと俺はキングスレイドを始めたっていうふうに、思っております。だからまだ突っ込みどころとかたくさんあると思うんでね。まあ、攻略サイト、ウィキ、アルテマを見たりしてるんですけど、まあ、そこ見ながら、まあ役割、キャラのロールに合わせて、やっていけたらなと思ってます。たまに左向いてるときは、反対側向いてるとき、俺から見て左ね、向いてるときは、ウィキを見てるとき。で、今んところ、まだ、よいしょ。レイドが、7の1?7の1しかクリアできなくて、まだ7の2がいけないんですよね。なので、装備強くして、行きたいなぁと、思ってるところなんですが、英雄管理。なんか、クラウスの顔が映ってないんだけど。あ、そっか。口も覆われてんだ。で、今、能力が、こんな感じかな?基本能力。ヒットポイントが、235万3906で、攻撃力が85208で、3995、3248とで、追加効果がクリティカル50、クリティカルダメージ 22%、 命中率110で、物理回避率が310、ガード率が、690-500。で、物理ガード減少600。非物理ダメージ減少。非物理ダメージ。非魔法ダメージ減少。項目は多いな。状態状態性が70。吸血。85。吸血って常にしてんの?俺もうちょっと見ないとダメだな。で、攻撃速度1000。これ、わかんないことがあって、これ物理ガード率、魔法ガード率ってあるけど、例えば、ただのガード率ってあるんですけど、これは両方に反映されてるのかなって勝手に思い込んでるんですけど、どうなんだろう。で、クラウスは、タンクだから、できるだけガード率と防御力、ヒットポイントが上がるやつを、見つけて、装備させてるって感じですね。で、これよりいいものをどんどん作っていくっていうのが、まあ当然の流れなんだと思うんですけど。これはあんま良くないよね。だから、クラウスに命中とかいらないしね。
で、レピーがこんな感じか。攻撃速度、吸血、魔法防御。後衛だと、あれだよね。やっぱり魔法防御の方がいいんだよね、きっとね。物理攻撃が飛んでくるとかは、きっとないんだよね。ダークエルフに与えるダメージが 40% 増加し、これはちょっと異物はまあちょっとやっぱいろいろ見ないとだな。これ意味ない気がするもんな。とりあえず装備させてる感じになってるのかな。ステータス上がってる、これ。ステータス上がってないな。とりあえずただ装備してるだけだな。でディーラーはクリティカル率だったり前に出るから、まあ物理ガード率、物理回避率かな、物理ガード率とか物理回避率とかが欲しいのかなっていう。あと命中クリダメ、あと前に出るから相手からのクリティカルの耐性があってもいいのかなとか。うん、なんか防御に落ちちゃってるな。もうちょっとあれなのかな、攻めていった方がいいのかな。アーチャー、ぬくいな。補助防具は、あ、これルーンか。攻撃力、攻撃速度、クリダメ、クリ率は防御貫通力。全然ついてないな、そこらへん。もう完全に無駄な装備をしてるってことですよね。まあ、クリダメがここにあるのと、クリ率があるのは、まあ、マシな方だけど、もっと厳選者がないと。レクイナの DP が伸びないのは、こういうところにあるんですね、きっとね。ミリアンヌが、命中率、クリ率。ちょっと待って。これはアサヒンか。ミリアンヌのおすすめは、攻撃力、攻撃速度、クリ率、クリダメ、オア防御貫通。上2つはいいけど、下2つはダメか。なんか、これが3つぐらいになるようにした方がいいんですよね、きっとね。すごっ！クリ率3個もついてる。このガード率を、例えばクリダメに変えたりとか、攻撃力アップとか、攻撃速度に変えたいなーっていうところですよね。で、それが、確か、オプション変えるやつですよね。これはクソだな。クソ装備だな。すぐにでも変えなきゃいけない。これはまだクリ率があるだけマシだけど、もっといいのにしたい。っていう感じで見ていけばいいってことですよね。この防具の、こう、なんだ、俺、今は、なんだろう、メインパーティー、だけのことを考えてて、ここで集めてる装備で武器は今全部分解しちゃってます。それがいいのか悪いのか俺わかんないけど、防具をとりあえず今集めたくて、これ昨日作ってみたんですけど、
これはまあ悪くないのかなって。レベル上げてプラス上げてクラウスに装備させたらいいんじゃないかなって思ったんですけど、まあこうやっていいの見つけてプラスを覚醒させてってレベル上げていけばいいわけですよね。これとかもう厳選し放題だと思うんだけど、もうあの疲れちゃってやってたら疲れちゃってやめちゃったんですよね、これとかこれ結構大変だよね。これみんなほんとよく やってるよね。すごいと思います。みんなやっぱ根気がないとダメだし、ただ周回してるだけじゃダメだもんね。ほんとにこれなんだっけ、魔法結晶、あれ魔法結晶って昔あれだっけ、あの装備に装備する装備を鍛えるのに使ってたやつだっけ。これはもう分解しちゃった方がいいのかな。ですね。なのでここら辺をちょっと厳選していこうかなっていうふうに思ってるところでございます。いやー、なんていうのかな、やっぱりいいのが見つかると楽しいね。それはすごく感じました。大変だけどすっげー疲れるけど達成感ありますよね。うん、あー俺キングスレイドやってるなーっていう感じはすごいしますね。うん、まあ、もっともっとやらなきゃいけないことあると思うんだけど、やっぱりワールドボスとかで試すのがいいんですかね。どのぐらいスコア出たかとか、あとは決闘場か、まあ、そんな風にやっていけばいいんですかね。うん、まあ、今日は今自分がキングスレイドをやっていて、こうしていこうっていうところをまあお話ししたかったっていうところと、あとはまあ見ていただいた時にまあツッコミどころ満載なのは多分俺自身も分かってるんで、なのでまあツッコミを入れていただけたらまあ嬉しいなっていうところです。はい、まあ俺もね、もうそろそろ俺は PVP がすごい好きなんで、PVP でまあゴールドですけど、まあこれをどんどん上げていきたいなっていうふうには思いますね。だからそういう動画を出したいんですよ。この前お話、コメントいただいた方には、今のままだとプラチナで止まっちゃうと思うよって言われたんで、まぁちょっと、そこをね、まず目標にして、頑張っていきたいなと思います。今ゴールドリーグなんでね、決闘上とかランキング外。はい、というわけでね、キングスレイドの今の、進捗状況と、あと、まあ、今、やっている装備の厳選だったりとか、自分の中で理解の範囲を、お伝えしたかったのと、はい、まあ、今後ね、どこに力を入れていきたいのかっていうところをお伝えできたら、と思ってます。はい。ですのでね、今後ね、キングスレイドの動画を出す頻度をね、上げていきたいと思ってますんで、もしよかったら、これからも見ていただけたら嬉しいです。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ルーでございました。またね。バイバーイ。